カエルのとパーのーパ物語テク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 雨がやんだのでカエルのニーは水から上がって歩いてるエサが目の前に現れたそっと狙ってジャンプしてパクッごくりと飲み込んだらもう一匹カエルがいたのが目に入った君。 ジャンプ力すごいね。そのカエルが興奮気味に言った。パーという名前なんだって。ありがとう。あ、でもごめん。パーも食べたかったよね。パーはにっこり笑って。大丈夫大丈夫。僕はそこの葉っぱの水が飲みたかったから。君もどうだい今日の水は少し甘くて。 どこかフルーティーだよ。とはっぱでコップをつくりしたたる水をためて2ーにわたした。ニーはおどろいた。きみはてさきがきようだね。パーはうれしそうにはっぱやえだをつかってテーブルもつくってみせた。そしてパーはいった。ニーはすばやくうごけるから。 餌もゆだんする必殺技がつかえるんだね。すごいよ。にいもうれしくなって、餌をまたつかまえてみせた。にひきはほほえみあった。すごいね。ぼくたちでパーティーができる。こうしてさんざんごちそうをたべて、いろんなはっぱのみずをのんだら、にひきはだいまんぞく。 僕たちでパーティー屋さんでもやろうか。パーが言った。いいねいろんなカエルたちを呼んだら面白いパーティーができそうだね。ニーはワクワクした。しばらくたったある夜のこと。カエル カエルの合唱が聞こえてる。あれ ?2 とパーだけではないみたい。看板がいっぱい出ているよ。取れたて餌丼数量限定。熟成二日目の葉っぱ水、オリジナルグラスに入れて召し上がれ。合唱してほしい曲、リクエスト募集中。 乾燥してきたお肌をツルツルテカテカにします。あなたのお話何でも聞きます。お悩み相談室。似顔絵描きます。かっこよく可愛くできます。いろんな特技を持ったカエルたちが集まっているみたい。みんなあちこちを回って楽しそう。カエルになったあなたは、 何をしてみたいあなたも加わったら、もっと素敵なパーティーになりそうだね。おしまい。